ございます。おはようございます。めちゃくちゃ今日は暑いんですけど。暑いっすね。暑いと感じます？感じます感じます。じゃあ僕汗っかきなんで。汗っかきなんですか？もう嫌です、最悪です。夏は嫌い。嫌い。あら、でもみくさん好きなんですよね。私はめちゃくちゃ夏が好き。でも汗は、汗はね、私最近新陳代謝が良くなりまして、はいはいはい、顔以外ダラダラ汗かく。特に背中がやばい。あ、背中ね、本当に。いや今日もまた自転車で来たんですよ。はいはい。今日何度なの？そういえば30度って書いてあるわ。今日30度の中、それ汗かきます。炎天下なんかチャーリーこいでね、リュックでしょってね、はいはい、ちょうどね、だからね、そうだ、ね、背中がビチャビチャで、はいはい、今日グレーのさ、T シャツ着てたんで、背中がもう濃いグレーになってめちゃくちゃ恥ずかしいから、はい、上これ着てる。なるほどね、隠すように、隠すようにバレないように着てます、はい、ちょっと汗臭かったらごめんなさい。しょうがない。はい、ということで本日はアプリをやっていくんですが、はい、やるアプリが勇者がいっぱい現れた、2048RPG というゲームになっていきます、ね。まあ、ちょっとね、冒険を始めますか。どんなゲームか、はい、出たストーリーがあるよ。ストーリーあるんですね。魔王にもうやられてる気がしますけど、ちょっとね、だいぶやばいけどね。おうおう、はいはい、見せるだけという演出か。あ、なるほどね。王様、言葉は、言葉は特に、あ、あるか。あ、だ、なんと、魔王、討ち取れんかったか。死の子のいて、折れぬな。勇者の募集をしてまいれ。勇者って募集制なんだね。立候補制ではないのかな、本当に。立候補制とか、なんか決められた人いるんじゃないの、はいはい、魔王討伐がため、腕に覚えのあるものを募集する。打ち取った者には名誉と財を与え。はいはいはい、名乗り出ようぜ、うん、王様。翌日いっぱい来るのかな、これ。そうでしょ。私絶対行かないんだけど、さすがに。おお、集まったと。うん、何人ほど、うん、え、これは、ああ、なるほどね。2048年。まあまあ、どうなの、結構多すぎない、やっぱ。そうだよね、2048人みんなで行けばさ、別によくない。まあ、わあ、いっぱい来ちゃって。いや、大丈夫か、同じやつもいたよね。気のせいか。いた気がするぞ。ネクスト。あ、伝説の、いきなり伝説権あるパターンね。こういうパターンね、うん、なんだろう、吉彦を彷彿させるやつだね。ちょっとまだ何ゲーかはね。ね、ちょっと分かってない。RPG 要素あるけど、うん、コインめちゃくちゃ落とすやん、本当に。天然さんか、目印にね、置いたって言ってたけど、まあちょっとね、パンじゃなくて。ちょっとね、お金も、あ、はい、来ました。はい、パンツ一丁じゃないかって、はいはいはい、つまりが装備の式はなしじゃ。お、あ、まあね、多いから2000人来たらね、はいはい、力合わせる、うん、合体、はい、シュッと。あ、ちょっと見てくれ変わりました ね見てくれ変わるし、攻撃力もちゃんと上がってるんですね、はい、あ、あ、なるほどね。それで攻撃していくと、うん、お金も、で、お金でレベルが上がるのね、うん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 。過去にもなんかこういう2と2合わせるよみたいな、こうね、ゲームいろいろ出回ってたんですけども、そうですね、出てたんですけど、これってあの新しくて、まあその操作性はね、結構ね、編みるけど、それで攻撃するとか、確かにそうですね、レベルアップもするとか、新しいゲームとか、しかもストーリーもあるし、敵もね、いろいろ出てくるので、これ満杯になったらどうなの、これ。あ、なるほどね、結構もうミスってる気がするけど。いや、まだ大丈夫、まだ、まだ、しょっぱな平気でしょ、ね、うん、これね、ちょっとね、下のパズルを見すぎて上が見れないっていう印象がね、ちょっと。で、最初私だけこういうのぐるぐるやっちゃう。もう最初はさ、こういう感じ、ね、適当、そうそうそう、最初は適当でもまあいけるからさ、みたいな。途中から16とか、これどこがゴールなんだろう。確かに、ちょっとレベル上げてみたら、もうそろそろ。あ、そっか、レベルアップ、スキルとかもしてみて、上のまだ出ないのか、うん、だいぶ5万ゴールドかまだまだ、まあ、これ自動でやってなくても、なんか攻撃してくれてるっぽいですね。あ、本当だ、あ、今いるメンバーでやってくれてるのかな、うん、じゃあとりあえずどんどんメンバーを増やすというか、増やすとか強くね、していきましょう。
今最大でも32歳、間違え32レベかな、はいはいはい、の方しか、ね、1人しかいないか、ちょっとね端っこに置けないですよね、一番強いやつを。そうだよね、うん、端っこに置いた方がね結構便利というか、ただもう真ん中に来ちゃってるんでね、こういうゲームはもしかして苦手かな。いやいやいや、こっからですよ。あ、こっから、ミステリープレイヤーこれからか。こっからです。ちょっと待ってますよ、楽しみにしてます。ただ結構なんだろう、このマスの狭さで1回につき1個くれる、うん、そうね、そうそうそう、結構1体くれるね。シビア説シビア説ね。あ、でも大丈夫でしょう。そう、しかも増えるやつがさ、1なんだよね、うん、そうっすね。2とかさ、8とか4が増えるわけじゃなくて1が増えるんだよね。なかなかね。大丈夫ですかこれ。大丈夫、ゲンガーみたいです。言っちゃいけないな。この右のショップは何なんだろう。ショップ、あーなるほどね。まあまあちょっと課金要素があったりと、はいはい、これ敵から倒されることないのかな。倒されてなんかさ、そうですね、まだ今んとこ、あ、やられてますよね。やられるとさ、下の子いなくなるとかじゃない？ここ、そうそう、いなくはなってないですけどね。いなくなったりしないのか。さて、あ、でも2が増えました今。あ、2が増えた、はい、本当だ、途中から2が多くなるのかな。でも1がな、増えた。なかなか僕苦戦してるように感じますね。すごく苦戦してるように見えるよ、私は。大丈夫かな。気づいちゃいました。いや、もう本当にやばいと思うぞ、これ。え？サンバ君、何が起きてんだ今これは。上やるぞ。あ、とどめ刺す。お、これがこのダンジョンの。はい。つまり完璧ということですね。このちょっとなんか不安がもうなんか、え、気のせいですもんね。怖いな。これで一ステージクリア。まあ一ステージクリアで、まあとりあえず勇者の剣をね手に入れて。あら、あ、無限無限勇者が、ね、まさかの、なんもやばいやばい。え、2048分あるってこと、もしかして可能性ありますね。A B、これ全部取られると、あ、まあまあね、自分の分もあると。いくか。はいはいはい。いいですね。ストーリー仕立てでこのパズルっていうね、面白いなと思って。うん、面白いですね。次へ、ネクスト。これでもやっぱ楽しそうだわ、うん、でも見た目もなんか結構ワクワクしちゃうようなね、うん、RPG 好きの人にはたまらない、ね、ちょっとストーリー気になってますよ ね。この2048人でどうボスをね、倒すのか、この手のゲーム割とそのただひたすらやるっていうことが多いですけど、うん、やっぱストーリーあるとね、そのモチベーションがね変わる変わる、続きますから。さあ、調べ物してますけど、漫画で、漫画、そうだよね、漫画読んでたけど大丈夫かな、この勇者大丈夫かな。ちょっとね、ちょっとヘッポコ感があるよね、うん、ちょっと、ね、一旦ね、一旦ね、すいませんね、また後でね。よかった、リセットされてた。これちょっとやらせて、私にやりますか。これやらせて、はい、これね、ちょっといいですか、見せちゃうから、見せちゃいますね。最初はね、こんなんでいいと思う、ここから。あー、そうですね、ちょっとね、まずはじめね、はじめ、そう、真ん中にもう行っちゃったのかね。そう、結構ね、良くなかったですね。良くないね。あ、でもなんかこう見た目がこういう風に変わるのいいな。うんうん、でもちょっと私もあれ、やべえな。まあまあまあ、でもね、まだまだまだね、そんな32、32の後はそこら辺に置いといて全然いいっすよ、うん、なるほど、そうっすね。あ、これね、これやべえな、これは動かせない。そこ来る。あー、そうなんですよね、現れるとこがランダムなんだよね。そうそうそう、なんか嫌なとこ来るんだよね、なかなか。ちょっともう嫌な子、あ、来た、あ、ダメだ。あのさ、16と32がさ、結構似てるからさ、勘違いしちゃうんだよね。大丈夫ですか。いや、大丈夫だし、全然全然余裕。これでも意外と難しくないですか。意外と難しい。あれ、思ってたよりも難しいぞ。そうっすよ、思ってたよりも難しい、うん、でもまあまあ大丈夫大丈夫、全然ね、まだまだ。あ、でももういけそうっすか。もう全然余裕だよ、16二人できたし。ただ、ただ、あの16くっつかなそうっすけどね、とりあえず。いや、でもこれで、おー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 、でこれがあのミニゲームプロの腕ですよ、はい、なるほど。これが、うん、ファミツアップ屈指のミニ、うわ、めっちゃ、あ、いましたね。あ、なるほどね、そのレベルによってね、どれ
強化するかっていう。千円ぐらい全部。まあでも今もうちょっとあげない。私ねちょっとお金さ結構あの私最近ピンチだからやっぱこういうところでもね。リアルな話してる。節約していかないと不安で不安で。本当みんなお金ってマジ大事だから。まあまあもちろん大事ですよ。もう本当に貯金はしなマジで。反面教師的な本当にそう私今、はい、今息子娘ができたら、うん、いち早く貯金はしろって言うもん。でもね親の姿を見て育つ。やだうちの親浪費かいい感じですね。ほらおー128これ見て私こういうゲームコツコツうまいわ。確かに今さっきよりかなりいい感じです。いい感じでしょ。あれどうしようどうしよう。これ何なんだろう。強いのがいれば上を倒せるんですかね。かな、うん、なんかサクサク倒してる感じがすごいするわ、はいはい、楽しいこれ。こういうのた、これね、うん、永遠とやっちゃ そうですね、一生やっちゃこういうの。あ、やべやべ、あ、最悪や最悪や最悪だ。その位置に来んなよ。1はもう、ね、いらんのじゃん。もう128作るの大変なんぞよ、そこは。これでもタイトルはねそうね、2048ですからね。え、もうこれちょっとやばいよね、バカ、ほんとにあいつ。いや、なかなか上の勇者がやられ始めましたね。ほんと、やばいやばいやばい。あー、だいぶ詰まってますね。ちょっと待って、こうして、あ、ちょっとガスか、はい、おー、だいぶ縮まります。ちょっともうほんとやかー、真ん中にやばいよ。やばいやばいやばい、詰まってきた詰まってきた。いや、真ん中、え、これやばくない。やばいっすね。1個ずつだと結局ね、プラマイゼロですよね。そうそうそう。あー、これで1個増えた。おい、あー、あえ、積んだくさくない。いや、まあ、4だね。あー、おー、あ、いや、まだいける。もうこれまだいける、まだいける、まだいける。あー、巻き返し。そう、そこで。あ、ダメだ。あー、まあまあまあ、あー、頑張ってみんな、頑張って。さ、積んだから積んでも大丈夫、まだ残って、あいいでしょう。なるほどね、こうなるんですね。みーこさん、今日も面白いアプリでしたね。悔しい、うん、パズルというかミニゲーム得意とミニゲーム得意って言いながら悔しい。ゲームオーバーがね。でも120さ出せたからいいじゃん、まあ、確かに僕よりは確実に上手かったですね。そう、上手かったと思う、うん、ね、でもまあ、 あのクリアできなかったから、うん、なんかどっこいどっこいだと思うんだけど、1の2ぐらいですからね。そう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 、これやっぱ面白いわ、うん、ストーリーがあったりとか、まあ、終わりが決まってるのがいいですね。そうそうそう、嬉しいですね、うんうんうん、なんでぜひぜひ皆さんも遊んで、はい、2048、作ってみてはいかがでしょうか、はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録を忘れなく、うん、それでは明日7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。